井上探偵による西家、万代山噴火の図、小万代は、井上康氏による小説である、1961年に発表された、出張調査で1888年7月の万代山噴火に遭遇した、ある地方管理の改装という形式を取り、自然災害の前にあまりにも無力な日常生活の営みや災害に巻き込まれる人間の数奇な運命を、 テーマとした短編小説である。明治21年7月13日、北方から、裏番台のひばる村へと地吉調査に赴いた、軍役所の役人一行は、ここ最近の番台山近辺の異常現象になんと、なく不吉なものを感じながらも、各集落の調査の準備を進めていくのであったが、以下、物語上の登場順。私この物語の主人公にして、語り手。 北方に所在する、軍役所の若い州税理。かつて、横浜の外国人測量技師のもで仕事をしていた、経歴を変われ、半ば、物見ゆさんのような気分で日ば村の細野、大沢、秋元三部落の地業調査に赴いたが、止め口北方で、私に雇われ地業調査に同行した四十代も、終わりの男。日雇い妊婦ながらも測量仕事の経験を積んだ、ベテラン。 実直で恩和な人物。近似同じく北方で、私に雇われ調査に同行した30歳の筆生。無口で、やや陰気な感じのする新婚の若者。六部姿の女調査の、第1日目に、ヒバルへ入ろうとする一行に不吉な予言を投げかける40年配の、教助。春太郎ヒバルの誇長役場の用係。特側員として、各部落の上司調査に同行することになる。 六十過ぎの老人で中部にかかったせいか、ややおっとりした話し方をする。久米道場。春太郎とは、対照的な一国者に見える六十過ぎの男。新州道場。三十代にも四十代にも見える小柄な口八丁で八丁の男。万代さんの異常に対する一行の不安を冗談で紛らわせるムードメーカー的人物。若い男女調査の二日目で一行が出会った。 田舎には似つかわしくない都会風ファッションの若い男女。男は東京の初性風。女は積み汚れのない清純さを感じさせる娘。不審に感じた私によって強引に同行させられることとなったが、かまぼこ商人、若い頃大阪に出て商売を成功させ、この度、ひばるを回って表番台の競技に帰り金を飾ろうとしている40年配の男。 二日目の晩に私が泊まった大沢部落の民家で同宿することになるが、子供たち噴火しようとする万代さんに向かって呪文のような言葉を合唱する。書室は新潮1961年11月号。その後、作品集、洪水に収められた後、文庫本、全集本としては以下の書目に収録されている。ありがとうございます。